番組ロゴ、臆病なカーレッジくんはアメリカ制作のテレビアニメ番組。第1から4シーズンまで全102話が制作されている。2001年1月よりカートゥーンネットワークで放送されている。アメリカのある田舎町であるどこどこ町の外れに住んでいる老夫婦と飼い犬のカーレッジ。彼らの周囲には宇宙人や怪物の来訪。 怪奇現象が次々に巻き起こる。カーレジーは臆病だが勇気を振り絞って、主人を守るべく立ち向かう。コメディに、ホラーの要素を加えた作品となっている。また CG や実写も取り入れるなど、クオリティも高い。パイロット版として、ザチキンフロム・アウター・スペースが作られ、人気投票の結果レギュラー化。このエピソードは、アカデミー賞短編アニメーション部門に、 ノミネートされる。カートゥーンネットワークオリジナル作品ながら、スカパー。アニメ大賞2022にランキングされる人気を得る。2016年よりリマスター版が放送開始。両サイドにパネルが追加されている。カーレジクイの霧にキリキリ舞。ストップモーションアニメ、ぷいぷい、モルカーなどの制作で知られるミサトアサのぞみは、幼少期から、 本作の大ファンだったことを認めており、作風に影響を与えたことを認めている。ミサトは、本作の魅力について、キャラクターのオーバーなリアクションに加え、ちょっとしたホラー要素が好奇心をくすぐるし、手書きアニメかと思いきや、突然 3D や実写、ストップモーションにもなるところが面白いです。とネトラボとのインタビューの中で話している。ありがとうございます。